しましょう。じゃあ、ありがとうございます。なんか何の心境の変化です？いやネマはその前にダマさんに話を聞いた時に、はいはい、まだ犯罪一度もしたことなくて、うんうん、でも犯罪は興味あるな、ふわーみたいな感じで、まあただ団体行動できるのかっていう不安がでかくて、うん、まあちょっとあれだったんですけど、うん、でまあちょっと始めてみて、コンビニ銀行ぐらいですけど、うん、はいはいはい、いや待って、ハングレは、まあハングレって言うみたいですけど、はいはい、ハングレだとこれ以上大きいのできないじゃんってなって、うん、難しいな、友達は細々いるけど、うん、おそらく集まってもできないしなと思って、うんうんうん、これは団体行動ができないところを直すところ時なのかと思って。なるほど。はい。でも他にもギャングはあるじゃないですか。ありますね。なんか声かかったりしてないんです？あ、なんかさっきおどういう話があったかわかんないんですけど、もう一人ギャングに入りたいって思ってる、うん、ハングレの友達がいて、うん、なんかそのことを、まあ今日はたまたま会ったんで、じゃあ、うん、なんだっけ、あ、アンブレラさん、はい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 、そうそう、の話聞きに行くってなって、ただなんか、うん、今アンブレラさんはあれらしいですよ、うん、あの一旦新人募集差し打ち止めてるかもみたいな感じになってて、はい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 、で私まあとりあえずそれについていった形だったんですけど、はいはい、付き添いみたいな、うんうんうん、アンブレラさんの空気感も知らんしって思って、はいはいはい、で思ったんですけど、うん、でその時にそう言ってましたよ、うんうん、ウィスカーさんが言っていいのかなこれね、まあ、わかんないけど、いやいいですよ、でなんか最初モツノダーマーさんのところで僕は下積みしてたんですよって言ってて、あ、まあまあまあそう、え、そうなんだってなって、まあそんな大したあれじゃないです、だからそのみんなそう言うけど彼はもともとそういう犯罪の際に秀でていて、はいはいはい、ちょっとこう人外だったんですよ、あ、人外だったんだ、人外的なこう能力を秘めた人だったんですよ、あ、へー、あ、すごいね、で彼も半グレだったんですよ、で彼がギャングを立ち上げたいと思っているっていう風な話を聞いて、うんうん、だったらその一回ギャングはどういう風にやって、うんうん、こう立ち上げてとか仲間を増やしていくのかっていうのを、うんうん、ギャングじゃないのにギャングが教えるんだったらそれは変だから、うん、まあカッコ仮ぐらいでうちで一回学んだらいいんじゃないですかって言って一緒にちょっと仕事をしてた、ことがあるぐらいで、別にそれが何だろう、うちで下積みをしたとかそんなレベルではないですよ。言うと。お、そうなんだ。まあ、まあ、でも形上はね。まあでもちょっと恩感じてそうでしたけどね。わかんないけど。まあまあ。あ、そうなんだ。あ、でもそれも聞いて、うん、あ、そんな面倒見いい感じなんだって思って、ちょっと今の話から曲げる感じになっちゃいますけど。なるほどなるほど。はい。そう、なんか。そうなんだ。何のきっかけもない状態で。うん。うん、そのギャングに入るのも変じゃないですか。うんうんうん。で、クロアネマさんに関しては、うん、一回その素材集めのバイトのされてたでしょ。うんうんうん。その時におしゃべりしたじゃないですか。来ました。その時のまあお人柄ね。おお。が今のうちの組織に必要な人材だと思ってどうだろうなっていうふうに声をかけたのが初めてなんですよ。うわ、なんか。内面褒められててめっちゃ照れる。あ、嬉しい。今も変わってないですか？変わってないと思いますよ。あ、よかったよかった。なんかそういううちの組織って、うん、結構その組織組織してるんですよ。お、そうだったんですね。だから団体行動があんまり得意じゃないというふうに聞いたんでね。はい、だから難しいかなと思って身を引いたんです。うん、あ、そうだったんですね。で、ギャングってやっぱりリスクがあるんで、特にうちの組織についてもね。はい、はははは、だから、まあその、簡単にはやっぱりね、ギャングには入るの覚悟がやっぱりいるんで、うん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 、というのがあって、なんかヘリコプターおかしなところにおらん、あれなんか半分ぐらい使ってます、ほんとだ、でもプロペラ回ってますけどね、もう上から音するんだよ、あ、いた、上に、え、おーい、上にいます、上にもいます、うん、あ、ほんとだ、いますね、なんか苦みひどいな、うん、だからと思って、うんうん、一回身を引いたんですよね、だから
その状態でいろいろ犯罪、まあ、うちのこの後ろのキミトスっていうのとも一緒にお仕事したんだと思うんですけど、はい、ありがとうございます。その説はどうなんです、その犯罪。いやでもね、私、うん、なんかそのなんだろう、チース自体の、うん、なんか撃つ、銃を撃つとか何をしてんの、ちょっと遊園地のムードに流されすぎなんじゃないですか。サングラスとかだけだったんですけど、私何をしてる、今の、なんだなんだなんだ、怖いって。近くに何かいるか、何見せつけられた今。誰かいるかもしれない、これ。ジェフリー無線戻りました。びっくりした、びっくりした、今の何の話してたっけ。びっくりした、まあまあまあいい。まあそれでチェイスがあんまり得意じゃない。そう、チェイスはちょっと不安があるんですけど、ただ、撃つのと、なんか、カチャカチャ謎解くの、金庫開けたり、銀行開けたりは楽しくて、楽しいじゃん、これってなったんですけど、まあ、何せね、銃撃つのが好きなだけみたいになっちゃってるんで、今。チェイスも、なんか多分、今後頑張んなきゃなっていう感じの。そうね、犯罪をするっていうことになればね。はい。でもこう二人組とかだったら片方がね運転すればよかったりすることもあるだろうし。それだとね、本当に。私が運転できます。すごい。ん？あれ？ヒラオさんすごい。お手伝いとして。ああ、なるほどね。それ結果変わるかな、それ。え？あれ？でもなんかほら、うちにもう一人女の子、まあ二人いるんだけど、あと。あ、二人いるんだ。で、一人はちょっと長い長期休暇入ってて。あ、今そうなんだ、うんうん、で、もう一人はまあ今日は寝てるんだけど、あはは、まあ、なんか女の子3人でなんかお仕事したりしてもいいと思うし、うんうんうん、うん、で、まあ最初はいろいろ失敗もあるだろうと思うんです。はい、まあ、その辺はこっちでカバーするつもりではいます、うん、いや、本当にありがとうございます。でも大きい犯罪もやってみたい。なるほど。で、今のこのね、情勢、街の情勢でいうと、うん、こう大きい犯罪って、うん、こう早い者勝ちみたいな感じのところがある。あー、ちょっと小耳には、うん、だからやりたいと思った時にやれるかというと、うん、それは怪しい、怪しい、うん。でまあは、うん、そこは覚悟してます。なるほど。うん、わかりました。その私が一番心配なのは、本当にギャンの道を選んで大丈夫かどうか。あ、でまっ的にはね、ネマがちょっと危惧してるところが、うん、まあ、ネマ、うん、お宅にアナルとかいるじゃないですか。アナル自身が私に言ってきたんですけど。はいはい、できれば、アンジョーって呼んであげてほしい。あ、アンジョー、うん、そう、はい、アンジョー。はい。アンジョーが、うん、なんか結構起きてる子じゃないですか。そうですね。私も結構起きる頻度は高いと思うんですけど、うんうん、起きてる時間がなんか短いかもって思って、うん、だからギャングもなんかネマが入ったら迷惑かけるかなっていうのもちょっとあって。いやいや、大丈夫かなっていう。なんか早いやつもいれば遅いやつもいていいと思ってます。特に本当ですか、この後ろの緑のは、うんうん、割と早いし。あ、そうなんだ。で、この子は割と遅いし。あ、そうなんだ。あ、ちょっと失礼、すいませんね。いえいえいえ、大丈夫ですか。そうね、早い段階でそのミッションをやったりするんだったら、うん、この後ろの緑のやつと一緒にやれると思うしね。はい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 、うん、で、安城も割と早い時間にいるし。ああ、あいつらもまだこう、うちで勉強中の身なんですよ。あ、そうなんだ。ちょっとね、まあそこら辺まではよく分かってないけど、うんうん、まあその辺の話もまあまあ、そのうちの組織に入るっていうことになれば、うん、まあ全然話せるし。そうなんだ。どうします？なんか入団試験とかあるんですか？ないです。あ、ないんだ。はい、よかった。だ、もし辞めたい、うんうん、ギャングを足抜けしたい、うん、っていう風になった時は、うん、ギャングで得た情報を漏らした場合は、うんうん、殺します。あ、わかりました、うん、でも口固いから大丈夫。あ、それは何よりです。うん、大丈夫ですか？大丈夫です。でも、まあ、よろしくお願いしても大丈夫ですか？わかりました。はい、よろしくお願いします。よっ。では、とりあえずは、はい、そういう方針ということで、
はい、正式な手続きに関しては後日にしましょう、うんうんうん、ありがとうございます、うん、もう遅いですから。あ、ありがとうございます、うん、だいたいいつもどれぐらいに。まあ今日なんかは、うん、あの金曜日なんで、はいはいはい、わかります。もうちょっと起きてんのも大丈夫なんですけど、うんうん、まあ月木とかはだいたいやっぱこのぐらいの時間には寝てるだろうなっていう。あと日曜日、うんうん、なんかすいません、なんかどっぷり魂つけててすいません。じゃ あのはい、私連絡先を交換しましょう。あ、わーい、ありがとうございます。でも送ったことあるけど、もう一回送っといた方がいいかな。送ってもらったことあるかな。あるよ、忘れちゃったの。ちょっと待ってください。もしかして登録しないまま寝たの。ああ、入ってた入ってた、よかったよかった。私ね、受けはするんだけど。あーあー、あー、ありますあります。で、一応、まあ、モズということは言うとリスクもあるから、はい、あ、うんうん、とりあえずは、はい、あの、あんまりペラペラ言わない方がいいと思います。わかりました。おのずと、まあ、言わんと思います、うん、一緒にいる人間でおのずと透けてきて、あなたギャングなんでしょみたいなこと言われるんです。そしたらまあまあそうかもしれませんねぐらいで、まあまあうまく交わせば、はいはい、いいと思います。わかりました。はいはい。では、あの、なんかわかんないこととかあったら、うん、君たちとか。はーい。で、まあその、入りましたよっていう風なのの全体のこう、挨拶みたいな、また改めて。はい。にしましょう。わかりました。ありがとうございます。うん、私もなんか全体の、なんかこう誰がいるとかまでは全然、全部、全員は把握してなくて。うんうん。まあそれも、ね。はい。リーラさんも今初めて会ったし。はい。ギャング情勢はいろいろ複雑ですから。ああ。うん、まあ習うように教授お願いします。うん、では、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあまあ自由に。ちなみに今その、はい、いろいろ犯罪とかしてて仕事は何をされてるんですか。まあ一応ですね、カフェ店員、ペールノイルっていうとこのカフェ店員の正社員ではあるんですよ。どこだ、ペールノイルじゃないですか。んボスが昨日行ったとこじゃないですか。ああ、合コンしたところか。合コンしてた。私合コン言ってよねえ、まあそれ行きたかった。合コンしてましたね。すごく濁して言ったのに頑張って。いやいや別に構わんや。合コンつっても金もらったから行った仕事みたいなもんだから。あ、そんなギャラ飲みみたいな。すごい。時給2000万。ええー、さっき。まあまあまあそれ。まあでもそれぐらいはもらわないとな。まあまあギャンのボスなんでね一応。そうですよね。そんな安くちゃな。ギャラ飲み。あ、ワードセンスすごいですね。ギャラ飲みか。面白い。なるほどなるほど。じゃあとりあえず行きましょうか。はい。まあ後日、はい、そのタイミングを見て、はい、入団の手続きとかしますんでね。おお、よろしくお願いします、うん。なんかそれまではなんか適当にこう、はい、プラプラしててもらって。わかりました。プラプラしております。金ないわみたいな。金ってどれぐらい稼げてます今。金はですね、ちょっとバイクのアップデートとかに使っちゃって今なんか2000万ぐらいしかないです。ああ、そうなんだ。はい。ギャングイコールめちゃくちゃ稼げる時代でもないので、いえ、いろいろ大変ですけどね。まあね、大型のそのね、競争みたいなのもあるみたいですから。出ました、なんか殴り合いで決めたりもするんですか。俺が先だ、うちだみたいな。ああ、なんかそれはね、あるみたい。それは若干あるみたいですけど、あれでしょ、クロワさんは殴り合いは得意なんでしょ。はい、殴り合いね、得意です。あら、おお、かっこいい。今んとこ負けたことないぞ。あら、すごい。相手が弱かっただけかもしれないけど。なるほど。やり合いますか、私とここで。お、やり合いますか。入団テストじゃないけど、それで、あの、実力を見てあげますよ。おー、頑張るぞ。よし、よし。ちょっと離れてあげて。ちょっとシャウティングにしますね。はい、はいはい。はい。よし。いいですよ、どっからでも。いいですか？もうちょい。余裕な構えすぎる。わあ。え、ちょ、ここ。わあ。うい、うい。は。え、余裕や。え。うん、あっ、やった、当たった。痛い。
あらららら、死んだ、見てなかった。大丈夫です、起こしてあげる。え、起こせるの？起こせますよ。負けちゃった。おー、今は胃の中の蛙だったかもしれない。まだまだかもしれませんね。まだまだかー。